はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。しゃべりで皆さんの歯を輝かせに来ました、金馬と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。高校時代の話なんですけど、高校の部活の同級生で一番仲良かった子で、中島くんっていう子が言ってたんです。でこの中島くんは、まあ、身長185センチで、体型も、まあ、ガリガリのヒョロヒョロで、肌は色黒みたいな感じで、もうなんかごぼうの騎士みたいな、まあ、そんな感じの、やつだったんですけど、まあ高校3年生の時に、センター試験直前あたりにプレテストっていうのがあって、であのセンター試験の対策の、テストを、佐賀県で唯一の国立大学である佐賀大学ってところで、受けたんです。で、もうそれはもう佐賀県中のいろんな高校生が、みんな集まって、でそこで受けて、で朝から始まって、で夜の19時くらいに終わったんです。でそれ終わってから自分家に帰るんですけど、電車に乗って帰るんです。なんですけど佐賀駅の、改札を立ってホーム行ってみたら、佐賀県中からもういろんな高校生が集まってるんで、もうホームが高校生でパンパンやったんですよ。もうぎゅうぎゅうでキチキチになってて、でみんなその電車を立って待ってるんですけど、待ってる間とかも、今日あったプレテストの答案用紙出して、ここどうしたみたいな、なんかこう答え合わせをやってるんです。でそんなもうホーム高校生でギチギチでみんな立ってて、で答え合わせをやっている、そんな状況で僕びっくりしたんですけど、ホーム歩いてたら遠くに中島を見つけたんですよ。で中島のところ近寄ってみて、見てみたら中島地べたに体育座りしてジャンプ呼んでたんですよ。って何やってんのと思って、答案用紙一切出してなかったです。答案用紙の100倍くらい分厚いジャンプを真剣な眼差しで読んでました。そんな話です。以上、聞きました。どうもありがとうございました。